就胡哥两回合四名，而且这关应该要打那个魔导机械。ここが魔導研究所か。それにしても無防備だな。一階には人の姿すら見当たらねえ。しかし、この塔の上に姉上がいるのですね。そして、ギザルフもだ。お待たせ。さあ、中に入りなよ。よし、行くぞ。待ってよ、レンジ。必ず助け出してやるからな。そして。ここがギザロフの魔導研究所か。最後之地。主播晚上好，波浪好，波浪好。你好，你好，欢迎欢迎。そう、雨降りだ。わしは逃げも隠れもせぬ。よくも今まで、我欲のために連邦王国をもてあそんでくれたな。貴様のせいで、一体どれだけの血が流されたと思っている。その罪、貴様の命で償ってもらうぞ。愚かな。わしに勝つつもりでいるとは。鳌拜出现了。ならば、その身をもって我が力を知るがいい。いでよ、我が下僕ども。そして我が魔導研究の成果、魔導巨兵ガイフレームだ。レイセル、あ、姉上。さあ、存分に楽しみ。六个过后，隐藏宝箱在这里，感觉没有很特别的东西。这关有一点点飞兵，派上用场还是有了哈，也列是带着好了。マリーで実験しただけじゃ飽き足らず、とうとうレイチェルにまで手を出したのか。安安安安、この腐れ下道が。なんだ貴様は。不能是你。そうだろうな。失敗品。一人一人を覚えちゃいねえだろうな。我会带马修左右出双砍直接打过去。使われた者たちの生き残りだ。顔や名前は忘れても、てめえが切り刻んだこの体は覚えてるだろう。そうか、そうか。
思い出したぞ。わしがあれほど改造してやったというのに、ついに魔力キャパシティを得られなかったって言ってたじゃん。そう、まだ生きておったとは意外としぶといのだな。それとも改造手術のおかげかな。てめえだけは許せねえ。くだらねえ野望なんか絶対に叩き潰してやるぜ。お、有利亚忘记换换兵手。わかりました。有利亚忘记换兵手，有点亏。正面突破。这没死。準備完了です。私が皆さんを守ります。準備完了です。私が皆さんを守ります。よし。剣はどこを指していますか。準備完了です。何何？クソ、ギザ6名、どこまでも用意周到なやつだ。行くぜ。はい。やる気出てきたわ。わかりました。行くぜ。そ、よし、勝負をつける時が来たな。了解。え、もう私の番？準備完了です。準備完了です。方舟最近四号线索超难出的，我的也是曾有给的。無駄な抵抗はするな。右边有狗。了解。而且是这个可以加速狗。私が皆さんを守ります。OK、 一点感应师。算有点忙。よし。就是这样。剣はどこを指していますか。快来补血。行くぜ。了解。よし。
来呀、啊！わかりました。え？哦，私の番。放马过来。わかりました。はい。なになに？刚才放的那么大。过来！行くぜ！え？もう私の番？まだ終わらないよ！よし！はい！様になってないわね！了解。哇，是他的工范围。準備完了です。私が行くわよ。私が皆さんを守ります。我想说奇怪，为什么他的攻守范围会这么广？咦，不对，行くぜ，我走错了，要从这边进来。了解。哎呀，行け、ガイフレン。奴らを皆殺しにしろ。オートバランサー、チェック。魔導エネルギー上昇。行動を開始します。よし。なになに？行くぜ。私が皆さんを守ります。よし。耍白痴。はい。そうだ。聞いてきた。行くぜ。わかりました。行くぜ。那魔化不会超远吧？哇，还真超远，超远还超痛！好险，我完全不知道是死刑骑士，不然就挂了。哎，不行啊，雷迪，算再怎么强也不能吃两发、啊。よし。威胁，这不行，不行，先拿回来。わかりました。え、もう私の番？聞いてきた。わかりました。好，雷迪不自己会打出这些。なになに？私が皆。準備完了です。剣はどこを指していますか？没大。行くわよ。这两个没大剑不要上。攻撃目標を指定します。攻撃モードを開始します。攻撃目標を転移します。攻撃目標を指定します。攻撃します。不痛。
我是没大不敢上。勝負をつける時が来たな。わかりました。もう私の番。那已经嚣张了。わかりました。了解。行くわよ。哇，格挡！準備完了です。竟然格挡了。さあ、決着をつけよう。準備完了です。哦，山西都封建系列格挡。私が皆さんを守ります。剣はどこを指していますか？只吃一号，要想办法把这绝掉。我不痛了。行くぜ。剣はどこを指していますか？剣はどこを指していますか？行くぜ！正面突破！はい！様になってないわね！わかりました！了解。そうだ！まだ終わらないよ！当然啊，我是没有在怕的。了解。行くわよ。这边还不能直接飞进去。对，他的攻击就是一回合炮，一回合输出。可是我为什么在范围外，他还是打到我啊？今天本来要去大道城看烟火，可是取消了 QQ。下雨有关系啊？なんだと、わしの魔物どもが人間ごときに。もう後はないぞ。覚悟しろ、キザルフ。よし。準備完了です。魔剣の力を得、邪神の力を得て、一体何のためにここまで捨てる？答えろ、ギザルフ！ギザルフ。知れたこと。人の一生は短い。その短い期間では、我が野望を達成することは叶わぬ。邪神の力量。だが強大な魔力を持ってすれば、寿命を延ばすことも、また野望達成の時間の短縮も可能だ。そのためにレイチェルを利用したのか。貴様何様のつもりだ。何の権利があって。権利ではない。人の可能性の問題だ。その気になれば、人は歴史を変えられる。他要充满存在感吗？这太空虚了。わしは歴史に名を残すなどとは言わぬ。歴史そのものを作り続けてやるのだ。哇，这么硬！剣はどこを指して？何？私が皆さんを守ります。灰となって吹き飛ぶ。我用艾龙吹起，真的烂货，魔力货算打这边很好。
行くぜ。一切都如同预期。はい。もう私の番？聞いてきた。はい。準備完了です。NPC 的老头都超敏，玩家的确。はい。なになに？わかりました。了解。都还在我的预料之中，待会要开炮了。行くぜ。剣はどこを指していますか。行くぜ。行くわよ。开炮对我这边。よし。正面突破。わかりました。やる気出てきたわ。わかりました。了解。無駄な抵抗はするな。了解。可以。可以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 ，救回来救回来。击败吉萨洛夫啊！嘿嘿。我先吃一炮就行了。まだ終わらないよ。可以可以，漂亮的救回来，不用冲啊，拯救我的十点体力，我就。太神了！那这个我试过了吧？我吃一炮不要死就行。準備完了。わかりました。吃一炮不要死就行啊。好吧，太棒了。看。玫瑰好吧。もう私の番？聞いてきた。よし、了解。下去吧，继续完成剧情。结果我的宝箱还是拿到。やったぞ！やったぞ！完，我就成功了，拯救我的剧情。邪神を取り込み。我是要把两个影片再剪在一起就可以了。アルハザードまで手に入れたというのに、なぜ人間ごときに勝てぬのだ？その答えは貴様が一番知っているのではないか。关掉再重开的大法是最强的。我々も信じたのだ。自分たちの可能性をな。发现错误的时候，就是再还没救之前把它关掉。印象中它会跳到那个你最后一栋，可是 有时候太迟就来不及，它会直接结束。这个很剧情还很长，对，它还没到那个中断点。我たちは仲間を得て力となした。この違い、あなたにわかりました。这个死马当活马医成功就赚了一场，不然还要浪费长时间。一人の力を何倍にもするのですが。結局他人を信じられねえ奴は自分の力に溺れるしかねえんだな。寂しい奴だぜ。我真用关掉大法已经救过好几次了。有时候失败，有时候成功几率很高的。認め。最後まで他人を信じられなかったなんと愚かな。魔導エネルギー減少、出力低下しています。所有关卡都可以这样操作吗？基本上是可以，可有时候失败，而成功率很高了。指示を願います。而且你会用到这种状况的机会很少啊。指示を願います。指示を願います。指示を願います。
指示を。あ、姉上、ギザルフを倒したというのに。とにかくその巨人から出して外へ連れて行こう。学到一课了，今天看直播值得了。大都少拿宝箱做成就，才会需要这个操作。この塔はもう持たねえぜ。早く脱出した方がいい。みんな、脱出するぞ。よかった、気がついたんだな。なんだか長い夢を見ていたみたい。だけどみんなが私のために戦ってくれていたことは分かったよ。ありがとう、みんな。レイチェルちゃん、よかった、本当によかった。これで一件落着ね。あの、レイチェル。レイチェル。どうしたの、お兄ちゃん。なんだか様子が変ね。なんでもない。無事でよかった。ありがとう、お兄ちゃん。ジェシカさん。神出鬼没、杰西卡。どうやら皆さん無事だったようですね。あんたの貸してくれたその剣のおかげでギザロフの野郎も倒せたぜ。ランディウス、私はそろそろ天界に帰らねばなりません。剣をお返し願えませんか。ええ、そうですね。ラングリッサーと、それからギザロフが持っていたアルハザード、確かにお返ししましたよ。今までありがとうございました。おかげでギザロフを倒し、レイチェルを助けることができました。いいえ、ラングリッサーはあなたの思いを実現させる手伝いをしたまでのこと。彼女を助けることができたのはあなた自身の力です。ではそろそろ時間のようです。私は天界に帰らねばなりません。あの、ジェシカさん、本当に天界ってところへ帰っちまうのかい。マクレーン、申し訳ありません。私にはこの剣を天界に持ち帰るという使命があります。それを怠るわけには参りません。いや、止めはしねえ。だけどよ、縁があったらまた会おうぜ。マクレーン、それではそろそろ失礼させていただきます。短い間でしたが、お世話になりました。ジェシカさん、お元気で。あ、そうだ、ジェシカ。では。元気でな。ランフォード様。エミリー。エミリー、どうしてここに。申し訳ありません。大丈夫だとは思ったのですが、つい追ってきてしまいました。お前には心配かけてばかりだな。だが彼も無事だった。これからは兄弟仲良く暮らせるな。
ちょっと待たれよ。それでは兄上は我々の元を離れるというのですか？后面他们两个还是没有一起生活。それは。难道是跟艾比亚门那些？ちょっと待ってよ。何の話なの？私全然わからないんだけど。ね、レイチェルがギザラフに捕まってる間に、二人が兄弟だったってわかったのよ。あ、そうなんだ。じゃあ私のお姉ちゃんってことになるんだ。そういうことになりますか。そうだな。もう連邦とカコンシスの間の誤解も解けた。戦争は終わったんだ。そうですわ。その気になればいつだってお姉さんに会いに行けますわ。所以说他后面手游剧情就是写说后面圣剑エミリー姉さん不见之后，俺はカコンシスに变成联邦那些天气空气控制中心没办法关。このごたごたの後始末が終わったら一度遊びに行きます。之后那个联邦才变成那个，それまでは手游这个新的国家。ランディス。我那个水晶病才会扩散。なるほど。姉さんを頼む。任せておけ。お前に頼まれなくとも、元よりそのつもりだ。自在这结局大都是玄女角结局，姐姐只有几段文字叙述而已。よし、カコンシスへ向けて出発だ。人，双核，然后有四个明星。